はい、コンテナ作っていきたいと思います。まあ基本的な作業はブログにも書いた通りチュートリアルで、まあ、理解しているものとして、話を進めたいと思います。まあワークプレーンというまあこの青いやつ選択してそこに線を引いて、まあ平面の二次元で、四角形描いて四角形なり多角形を書いて、でそれを、上方向に引っ張っていくというのが基本作業になります。でまあちょっと長すぎたりしたら面を選択して伸ばしたり縮めたりすれば、直せます。でまあコンテナの裏面はシェルって呼ばれる作業で抜いていきたいと思います。でなんかプラレールって結構寸法を測ってみると板の厚みが 1.5 ミリっていうのが結構多いので、今回はそれに習って 1.5 ミリでやりたいと思いますが、まあでも 1.5 ミリだとちょっと弱かったりすることがあるので、余裕があるときは2ミリとか、まあ3ミリは取りすぎかな、2ミリぐらいでやるのがいいかもしれません。横側の面を選択して、新しくワークプレーンを作りました。で、ワークプレーンに、面を投影することで、まあ、今のコンテナのサイズが、ワークプレーンを見るとわかるようになっています。でコンテナの縁の引っかかりの部分を、作っていきたいと思いますが、まあなんか適当な数値でやっています。数値とか入力するときは左下の、テキストボックスがあるんでそこに、入っていたり入っていなかったりします。でまあなんかさっき引いた線とかを基準にしたいときは一回その線の上にマウスを持っていくとそこからの距離とかが出るようになるので、でトリムっていうのは指定したところまでで、ある線を指定した線まで伸ばしたり縮めたりできます。このソフト 6.0、 今使ってるバージョンが 6.0 で、まあ前僕 4.0 のバージョンを使っていたんですが、6.0 のバージョンでは右下に、さっき使った
選択肢が、コマンドが右下に記録されるようになっていて、まあ、うまく使うと便利かもしれません。まあ、コンテナの長い方の面はできたので、今度短い方の面も、作っていきます。2D 削除っていうコマンド使うと結構簡単に線を、いちいち線を選択して削除っていうコマンドじゃなくて、パッとできます。で、まあ、これで基本的な形はできたと思います。今度上にコンテナが乗るための引っかかりを作りたいと思います。で、まあ、このソフト、ちょっとどこの点からどんくらい行ったところっていう指定ができないので、普通に直線とか、四角形とか円とかで、基準点から、何ミリの四角形を作ってみたいな。測定の仕方をするしかなくて、
はい、二分割の線で、下書き線で、まあ真ん中がわかるんですが、まあ、1個分のコンテナを載せるための、まあ、引っかかりを作るのに、まあ、中心から測った方が楽なので、使ってる録画ソフトが悪くて、たまに結構画像が乱れます。今の乱れは、そうですね、録画ソフトの問題なので、普通にこのCAD使ってる分には、こんな乱れることはないです。なんか、適当なソフト探さないと。あと今回は、テロップつけるのがめんどくさくてですね、適当にベラベラ喋ってますが、四角形になってなければそのワークプレーン持ち上げてもそこの部分は、立体ができなくなるので、寸法を測るための四角形を引いた時とかは、四角形を一本消すと仕事を良くしてます。
それとまあ赤い端っこ、赤い線になって引っ張られないので。であと引っ張るときは、まあ、様子を見て引っ張るんでなければ、大体の方向だけバッてやってから寸法を入れた方が、引っ張ってんのか、押して、くり抜いてんのか、よくわかんなくなっちゃうときあるんで、そうした方が楽だったりします。で、今度まあ、側面の模様を作っていきたいと思いますが、本当はなんかシール用紙とかの寸法に合わせるのが良かったのかもしれないですが、ちょっと頑張ってシール用紙探したんですが、このなんか、縦20何ミリっていうシール用紙が見当たらなかったので、残念ながら。まあ、でも寸法は分かってるんで、と、長すぎた。長すぎたらこうやって縮ませることもできるんで。寸法は分かってるんで、フリーカットの、シール用紙とかをきれいに、くり抜くというか、切り取っていくのもいいかもしれないです。で、まあさっき引っ張りたくない、場所を、どうするかっていうのでもう一個方法があって、引っ張るときにワークプレーンを選択したときにその四角形を選択すると、抜きたくない部分を外すことができます。今回はここにシール貼ることを考えても 0.2 ミリとか 0.3 ミリとかに設定しました。で、まあ今度はもう一方の横ですね。まあ、今回はちょっとあんましこれのも面倒だったので、なんか扉のまあその合わせ目的なのをまあちょっと彫り込んどいて、やろうと思いますが、まあ多分好きなだけ作り込んでいけば作り込んだだけ、まあ、形になっていくので、
で、まあ、緑で出てるときは形状追加で、形状削除だと紫色で出ます。そのパーツくり抜きたいのに緑色になってるとくり抜けないでその分の形になっちゃうので。で、まあ結構作業はコントロール Z で戻れるので、まあやってみてダメだったらコントロール Z でトライアンドエラーでやってみるのをおすすめします。で、もう反対側面。まあ、さっき使ったワークプレーンを移動するっていう作業で。まあ、三角形を押すと、詳細なメニューが出てくるんで。で、まあ、あと、チュートリアルだとワークプレーンは使い終わったら消しましょう的なこと言われるんですが、残してあった方が、後で何を自分は何をしたのかとか、見やすくて。あとはワークプレーンを使い回したりすることができたりするので、はい、じゃあ今度内側を作っていきます。内側は少し補強してやんないと弱いので、はい、まず4等分まあ、デフォルトで2等分になるんですけど、まあ、数値入れて、まあ、今3分の1って入れると、3分の1で、分割することもできます。3D の要素を選択すると、なぜかワークプレーンが選択されちゃって、これ 4.0 と 6.0 の違いなんですけど、なんでちょっと迷ったんですが、まあ諦めて、で選択しても、なんかワークプレーンでどうしたらいいかなと思ったんですが、
で、あのシフトキーを押しながらだとあの複数選択ができたりするので、コピー選択してで、どこを基準点にコピーするのかと、どこを基準点に何ミリ動かした場所にコピーするのかっていう指定をします。で、まあ、この三角形のボタンを押すと、また別のメニューが、2D の移動のメニューが出てきたので、移動やコピーとかのメニューが出てきたので。まあ、あの、壊れることはないので、適当にバンバンいろいろと触ってみて、僕もまだちゃんと理解してない機能とかがたくさんあったりするんで、まあでもあの作りたい時に探して、なんか適当な機能見つけるのがいいと思います。とりあえず補強材用の、元はこんな感じで、で、もう持ち上げます。で、まあ、するとこんな穴は、なんというか変な形になるんですが、まあ、補強材は三角形の方が、なんか、濃いと思うので、取りをします。で、まあ、この面取りするときも変なとこを指定しちゃうと変な面取りをしてしまうので気をつけてください。縦に入れた、補強パーツと横に入れた補強パーツの長さが違うのを忘れていて、セグしちゃったんですが、これがその線の長さですね。今選択してコピーしたんで、スイッチ入れてやると、スイッチとして今の線を選んでしまったので、適当にあのエンターキーとか押すとなんとかなると。で、まあ、これで一応、形になったと思います。
で、まあ、保存ですね。コントロール S で保存ができます。で、まあ、適当なフォルダ選んで、で、まあ、ファイル名は、まあ、適当に選んでもらって、まあ、.pk2 っていうのが、まあ、このソフトの、ファイル形式になります。で、何を選択、保存するか、まあ、すべてのオブジェクトっていうのを選択して、保存。で、まあ、ワークプレーン1個とか、まあ、複数個で、だけで選択するときは、まあ、右クリックからパッケージ保存。で、まあ、保存対象が、その選んだものになっているのを確認すると、ワークプレーンとかあと、のソリッド、物体だけの選択になります。で、まあ、これを、他のファイルで使ったりができます。で、プリントするときとかは STL っていう形式ですね。ファイルタイプ。STL に選択してすべてのオブジェクト。で、まあ、オプションってところ、まあ、最大なんたらってやつ、0.02 の4度にすると、結構細かい 3D プリンターでもちゃんと印刷できます。この今のオプションの、ところを選択しないとなんかすごいゴテゴテしたような、三角形した 3D の印刷物になっちゃったりする。で、これが 3D プリンターを制御するソフトですね。なんですが、複数個並べた状態で、そのファイルをアウトプットできるので、自動で整列してくれる、整列させたりして、複数個のデータを作るときに、よく使ってます。で、まあ、3D プリンター用のソフトなんで、安い系の、FTM の、まあ、5万とか10万とか、その辺のソフトとかの、制御ソフトと一緒なので、このまま、プリントってすることもできたりします。で、これが、まあ、3D のデータ、STL のデータ確認用です、ね。のソフト、マテリアライズのソフトで、まあ、寸法を測ったり、いろいろすることができます。で、これがその前に作った、ブログに写真上げた方ですね。作り込むと、まあ、脇のひだひだとか、ここのコンテナのつまめんの、まあ、ロックの機構みたいな、モールドとか、まあ、やり込めばやり込んだだけ、できます。で、まあ、裏面も、今日は入れてあるんですけど、ちょっと弱かったので今回多めにしました。まあというわけで今回はこの辺で終わります。まあテロップが面倒だったんで録音でやりました。大きい苦しかったと思います。まあではありがとうございました。